はい、今回は私の車をね、紹介したいと思います。2013年式の BMW の X3 というディーゼルの SUV です。BMW 的に言うにはスポーツアクティビティビークル SAV というようですけども、まあ一般的なね、あの SUV の車両というような感じです。全体的にはこんなような、まあ形で、色がね、あのアルピンホワイトという、まあ純白みたいな感じの色の車です。中をね見てみましょう。BMW M スポーツ、ハンドルが結構ね太いですね。まあ、快適装備等はね標準で、大体がついています。シートの方は、ファブリックとレザーのねツートンみたいな感じの仕上げです。センターコンソールのところに小物入れがあるんですが、何かね携帯をね収めるような感じになってるんですけど、ちょっとこの辺はね使いづらかったかなというような気がします。あとねドリンクホルダーとかその辺はまあ使いやすい位置についてるというような、そんな感じです。エンジンをちょっとかけてみます。ディーゼル車なので、結構ねうるさい音というようなねイメージはあると思うんですけども、このクリーンディーゼル車、まあイドリングは若干ねあのカラカラ言いますけども、ドアを閉めてしまうとその静寂性は結構ありましたね。まあ最近の最新車と比べると、まあ、若干ちょっとうるさいというような感じはするんですけども、それでもねあのディーゼルのイメージをまあ払拭するような、そんな感じの車です。後ろの席はね、一応こんな感じの、まあ、フラットな作りですね。前のシートと比べると後ろの席は少し固めの座り心地です。ダッシュボード周りはこんなようなデザインなんですけども、M スポーツの場合はあのアルミのヘアライン仕上げのその加色がされてるんですが、私あのオプションでねこの木目の感じのものに変えています。リアのねラゲッジの方を見てみましょう。床下の方には、ちょっとした小物の収納があります。さほど深くはないんですけどもこんなような感じです。ちなみにこの車両は、このリアの、底の部分にそのバッテリーがあるというようなね、そういう感じになってます。ラゲッジルームはこのようにあのシートを倒すと広くできるんですけども、座面、若干ちょっとは上がり気味にはなるんですけども、こんなような感じで非常にフラット、大きなねあの荷物入れになります。このような トノカバーの方もねあの簡単に取り外しができるというような、そんな感じで、まあ高さもあるのでね荷物の方積みやすいと思います。助手席の方から中を見ますと、こんな感じですけども、タイヤはピレリのチンチェラートSUV 用の、これランフラットタイヤですね。ランフラットタイヤあの、まあ、スペアタイヤを積まなくてもいいという利点はあるんですけども、乗り心地としてはやはりちょっと硬いかなと、そんなような印象でした。あとねエンジンの方は2リッターのディーゼルターボ、最高出力184馬力、最大トルク380ニュートンです。形式はね N の47D20C という、クリーンディーゼルの、
まあ、初期というか中期というかね、そんなような感じ の、 あのディーゼルエンジンです。燃費は普段使いでだいたい14キロから15キロ前後ぐらい、だいたいそのぐらいでした。遠出とかね、あの流れのいい国道とか走っていますと、まあ、16、7、8キロそのぐらい行くこともありましたけども、まあ、軽油ということでね、あの非常に燃料費があの削減できるというか安いというね、あのそういう利点がありましたね。乗った感じは低速トルクがあって非常に乗りやすい、そんな感じの、まあ、ディーゼルの利点というか、そういうのがね、あの非常に魅力的な車です。この X3 はあのデザイン的にそのエッジの効いたようなね、あのシャープなデザインの中に、まあ、クーリキー的な要素が盛り込んだというような、そんなようなデザインです。まあ、非常にその SUV らしい、あの非常にね、あのいいデザインだと思います。はい、それではね、私の愛車 BMW X3 F25 の車両紹介でした。